今日はゼンマイを取りに行きます。ゼンマイにはオス株とメス株があって、オス株は硬くて美味しくないそうです。なので一般的にはメス株だけ取るんですけど、僕はこの取りに行った時点ではそんなこと何も知らないので、もうオス株もメス株も関係なく取ってしまいました。で、オス株は残すことで胞子を飛ばして、子孫を残す役割もあるので、その意味もあって取らない方がいいそうです。やっぱわらびと一緒で、ね、下からなぞっとってポキッと折れるとこあるわ。今から取ってきたゼンマイをちょっと下処理して干して保存食にしたいなと思います。で、干した後に戻してナムルにして食べるところまでやってみたいと思います。長い。で、ざるに広げたものを天日で干していきます。で、僕は3日間干しました。で、干している時に何回かもみほぐしていきます。で、もみほぐすことで食べる時に柔らかいゼンマイになるそうです。
1日3回ぐらい揉まないといけないそうなんですけど、僕うん、ちはょっと1日1回しかしませんでした。めんどくさかったので。ありがとう。3日間干すとこんなに少なくなってしまいました。で、これは保存食として使えて1年ぐらい持つそうです。で、この干したゼンマイを今から食べれるように戻していきます。で、戻すのがまた大変で、水に一晩まずつけておきます。で、一晩水につけた、つけておいたものを今度は火にかけます。で、火にかけて沸騰直前に火を止めて、それを冷めるまで置いておくっていうのを3回繰り返します。一晩水につけておくとこんな赤い色になりました。で、これを捨てて、水を入れ替えて火にかけていきます。で、一晩置いておいたゼンマイを火にかけて、沸騰直前まで熱して、で、それが冷めるまで置いておくっていうのを3回繰り返します。3回繰り返したらこうなりました。で、これを今からナムル作っていきたいと思います。ゼンマイのナムルは歯ごたえがあって美味しかったんですけど、めんどくさがりの僕にはちょっと向かない山菜だなと思いました。